こんにちは、たらこんにちは、いずもです。今週は主婦に教えるマイコンプログラミングエクストラということで、アルディーノでステッピングモーターを動かしてみようと思います。電子工作でも動くものは作っててやっぱり楽しいです。中でもステッピングモーターは細かい制御ができるということで、マイコン工作向きの素材だと思います。で、ステッピングモーターというのは、ここで見えてるみたいに、ある決まったステップを刻んで動いてくれるモーターになります。このモーターなら、減速ギアも含めて2048ステップでちょうど1周。今は512ステップで動かしているので、90度刻みで動いています。ある決まった位置まで正確に動かしたいみたいな用途で使うことが多いですね。ではちょっと資料の方から見てください。タイトルにありますように、今回はアルディーノのステッパーライブラリを使いましょう。これを使うととても簡単にステッピングモーターを動かすことができます。プログラムのところでまた説明しますね。で、今回使用するステッピングモーターはこれです。モーターとドライバーボードが一緒になった商品です。ステッピングモーターはただ電圧をかけるだけでは回すことができないので、こういうドライバーと一緒に使うことになります。これちょっと高いんですけど、まあこれが5個セットで2000円とかの商品もあって、そういうのでも多分大丈夫。普通使う予定がある人は、そういうのを選ぶと良いでしょう。これは今回なくても良いのですが、カップリングといって、モーターの軸に何かをつなぐときに使うものです。このモーターでは内径 5mm のものを使います。回路はこうなります。アルディーノのデジタル4番から7番を使います。それをドライバーのイン1から4につなぎます。ドライバー基板には 5V 入力するのですが、アルディーノの 5V からは取らない方がいいです。モーターというのは瞬間的に大きな電流を流すことがあるので、USB の電流では賄いきれなくて動作に不具合を起こしたりすることがあります。ドライバーの電源は外部のものを使いましょう。実際に組んだ写真がこれです。これがステッピングモーター。こっちがドライバーのモジュール。アルディーノの4番から7番までのポートをドライバーのイン1からイン4につないで、モーターのコネクタはモジュールのここに挿します。ブレッドボード上には AC アダプターからの 5V を入れています。アルディーノのグラウンドとブレッドボードのグラウンドをつなぐのを忘れないようにしましょう。あとは、ブレッドボードの 5V とグラウンドをモジュールの電源ポートに挿しておしまいです。ここです。逆挿ししないように気をつけてください。微妙なところに5って書いてあるので、一遍間違えたことがあります。もちろんドライバーは壊れました。さて、プログラムです。最初のここ。ステッパー .h をインクルードしています。インクルードというのは、ライブラリを呼び出すためのまじないで、ライブラリというのは、関数をひとまとめにしたものです。ステッパーライブラリを使うときには、このまじないを唱えます。多分今回初めて出てきた const という修飾詞なのですが、変数の宣言にこれをつけておくと、プログラムの中で変数の内容を変更することができなくなります。変更しようとするとコンパイル時にエラーになるんですよね。今回みたいに値が固定な変数に使います。最初にステッピングモーターを動かすためのライブラリを宣言します。このマイステッパーというのがステッピングモーターを動かす関数の塊になっています。引数は最初からステッピングモーターが何ステップで一周するかの数値。今回は2048です。次の4つがステッピングモーターに使用するピンです。今回使用するモーターでは、1、3、2、4という並びで記述します。この辺はモーターによって変わるので注意が必要です。次に、ステップスという変数を宣言しています。これは後で使うモーターを回す関数で何ステップ回すかに使います。セットアップの中ではさっき宣言した
マイステッパーという関数の塊の中からセットスピードという関数を呼び出しています。このセットスピードは数字を入れることでモーターのスピードを設定します。数字の単位は RPM で1分間に何回転するかという数値になります。例えば12だったら60秒で12回転なので5秒で1回転ということですね。ループの中で mystepper.step という関数を呼んでいます。先ほど宣言したステップスの数だけモーターを回します。ステップスは2048で宣言したので1周回すということですね。1周したら1秒お休みして逆方向にまた1周します。これを繰り返します。では実際に動かしてみましょう。アルディードにさっきのプログラムを書き込んで実行しました。5秒かけて左回り、その後同じ速度で右回り、これを繰り返す動きになります。速度やステップ数を変えていろいろ試してみてください。ここでちょっとステッピングモーターに流れる電流について確認しておきます。どれくらいの電源が必要なのか目安になるのと、流れる電流にちょっと変わった性質があるので見ていただきましょう。ではさっきの設定からスピードを徐々に落としながら電流を見ていきましょう。最初は 12rpm です。 111mA 流れています。ちょっと遅くして 8rpm、 123mA、 微妙に増えましたね。さらに遅くして 6rpm、 129mA、 また増えました。今度は 4rpm、 138mA、 明らかに増えています。2rpm にすると 144mA、 やっぱり増えました。最後 1rpm では 150mA。 なんとなく感覚的には逆ですよね。早く回すにはたくさん電流が必要になりそうですが、逆の結果になっています。多分1層あたりの音時間の長さと逆起電力の関係でこんなことになってるんだと思います。実は結構ドライバーとか駆動ステップの作り方によって変わるのですが、こういうことも起こるのだということだけ覚えておいてください。というわけで今週はアルディーノのステッパーライブラリを使ってステッピングモーターを回してみました。実はこれは前振りで、次回やるセンサーとの組み合わせでちょっとした工作をやる予定です。というわけで次週は明るさセンサーを2つ使って光の方向を検知する仕掛けを試してみようと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタンとチャンネル登録などお願いします。ではまた次回よろしくお願いします。